聴者さんから紹介していただいたお店へ再訪問。あいにくの雨でしたが、鹿沼までドライブ。ここは県道268号線になるのですかね。そこを鹿沼方面に走ってまいりました。店舗は高架下にあるため陸橋を渡らず側道を斜め左に入ります。雨のため画像が見にくいのはご了承ください。側道を走っていくとほぼ突き当たりの左側に店舗があります。駐車場は店舗の奥側になるようなので行かれる方は注意してください。店舗向かって右側ですね。駐車場の注意書きは店舗入り口にも記載あります。また営業時間の記載もあるので参考までに。こちらがメニュー。前回も撮影していますが今一度。前回はこってりをいただきましたが、今回はつけ麺をいただきに参りました。こってりが苦手な方にもあっさりしたラーメンもあるようなので気になる方はぜひ。そして本日もラーメンのお供、餃子は鉄板です。前回は種類の提供はありませんでしたが、今回は張り紙が剥がされておりました。飲食店の皆様、頑張ってください。さて、本日のお目当てつけ麺です。特製をプラスして 300g をいただきましょう。到着です。 300g はちょっと多かったか。麺の上のナルトがなんか可愛らしく見えます。こちらがつけ汁。濃厚そうですね。好きなタイプです。いいアングルです。餃子は前回同様6個。これは外せません。麺のツヤ感といい、チャーシューの焼き目といい、美しい仕上がりです。視聴者さんからも教えていただいた通り、漬け汁も濃いめで最高の味わいです。300g 完食です。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。チャンネル登録お願いします。